14日放送の TBS 系バラエティ水曜日のダウンタウン毎週水曜あと10時では2022年7月放送時に物議を醸したインタケことインタレスティングたけしが1年半ぶりに再登場を果たした。1年半前の放送ではチャンス大将が仕掛け人となってインタケのドッキリ要素を含んだ企画を放送。チャンスの説教に言葉を詰まらせる様子もあったが、その際の演出をめぐって日本喫音協会が番組宛に喫音当事者へのいじめや精神的被害を発生させる恐れがあることを危惧して抗議文書を送っていた。